ウクライナ軍がドニプロ川を溶かして東岸へ上陸している可能性があるとの情報をキャッチしたよ。ドニプロ川の溶か上陸が本当なら、一気に奪還も見えてきたな。長い道のりだったけど、ウクライナなら時間の問題だったもんね。そうだね。さて今回は、このドニプロ川東岸のオレンシキーに溶か上陸作戦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年11月11日、南部ヘルソン州のドニプロ川西岸で、3月以降ロシア軍に占領されていた集落を次々に奪還解放してきたウクライナ軍が、州都であるヘルソン市を奪還したみたい。11月9日にロシアのショイグ国防相がヘルソン州のドニプロ川ドニエプロ川西岸に駐留にしているロシア軍部隊に対し、州都ヘルソン市がある西岸から東岸に溶かして防衛線を構築するように命じていたんだ。10月にウクライナでの軍事作戦を指揮する総司令官に就任したスロビキン将軍は、国営テレビの番組において、ウクライナ軍の攻撃によってヘルソン市への補給はもはや不可能になったとした上で、現在のヘルソン州における戦況を総合的に検証した結果、ドニエプル川の東岸に防衛線を設けることが望ましいと判断してショイグ国防相に提案したことを明らかにし、極めて困難な決定だと理解しているが、このことでロシア軍兵士の命と部隊の戦闘能力を守ることができると述べていたね。この提案を受けたショイグ国防相は、スロビキン総司令官に対しロシア軍兵士と民間人に対して、配慮しなければならないと述べて提案に同意したことを表明し、ヘルソン市から部隊の撤退を進めるよう命令したとしているんだ。しかし、これまでウクライナ人に対して軍人のみならず民間人への略奪拷問強姦、そして殺害を繰り返してきたロシア兵の蛮行を許容してきたばかりか、ロシア軍兵士ですら人間として扱わず捨て駒とするロシア軍上層部が今更人道的措置をお題目にしたところで、それをまともに受け取る人間はウクライナにはもちろん西側にはほとんどいないだろうな。今まで散々好き勝手やっておいて、その言い分は嘘くさいよね。ウクライナ大統領府のポドリャク顧問はロイター通信の取材に対し、撤退を宣言してはいるがロシア軍部隊は未だヘルソン市内に残留しており、増援部隊が投入されているとの情報もあるとして、同市からのロシア軍撤退を朗報と捉えることはまだ早いとした上で、ヘルソン市内にウクライナ国旗が掲げられることが実現するまでは、ロシア軍の撤退を素直に信じるわけにはいかないと述べ、ゼレンスキー大統領もまた、9日夜のビデオ演説においてロシア軍が我々に贈り物をよこすわけがなく、ましてや善意の姿勢を見せるはずがないとして、ロシア軍がドニプロ川西岸からの撤退については慎重に捉えているとの姿勢を示していたよ。しかしながら、ロシア軍はショイグ国防相の言葉通りにヘルソン市を含むドニプロ川西岸から、約3万人とも言われていた占領部隊を東岸に撤退させ、ウクライナ軍はヘルソン市を奪還して市内にウクライナの国旗を掲げたんだ。ウクライナ軍が入ったヘルソン市内は、あらゆるものがロシア軍の略奪によって持ち去られ、電気や水道などのインフラ施設や設備はことごとく破壊され、そこら中に多数の地雷が埋められているありさまで、さらに拷問に使われていたとみられる施設や、多数のウクライナ軍人と民間人を埋葬した墓が発見されるなど、ロシア軍による残酷無比な人間と思えぬ所要の跡が無残に残されているみたい。戦いが終わった後のことを何も考えていないやり方だね。ロシアの言ったことは必ず歴史に残ると思う。11月14日、その悲惨な状況と、民間人の服を着てゲリラ戦を命令されたとみられるロシア軍兵士が残るヘルソン市をゼレンスキー大統領が訪問し、ドニプロ川西岸解放を記念するウクライナ国旗掲揚の式典に参加したよ。大統領は前日13日夜のビデオ演説において、ヘルソン市とその周辺の状況に関し、ウクライナ側調査団はウクライナ軍兵士や民間人の遺体を多数発見し、ロシア軍と親ロシア派行政府によって400件以上の戦争犯罪が行われていたことを記録したとしてロシア軍を糾弾し、これまでに侵略され奪還した他の地域と同様にヘルソンにおいてもロシア軍は、残虐非道な行いの痕跡を残していったと非難し、ロシア軍が撤退したことによって、
ドニプロ川西岸で10万人が居住するとされる226の集落において安定と法の回復が確保されることを宣言していたんだ。その一方で、ヘルソン市内に置き去りにされたロシア兵や傭兵の捜索と拘束が進んでいるとして、ヘルソン市内が少しずつ平穏を取り戻しつつあることを強調したぜ。ヘルソン市内での式典でウクライナ軍兵士らの前に立ったゼレンスキー大統領は、我々は一ずつ前進してウクライナ全土に平和をもたらす用意があるとし、それは困難で険しい道のりであるが、我が国の最高の英雄たち、すなわち諸君らがそのために戦っていると語りかけたみたい。そして同行した報道陣からこの先の展開がどうなるかとの質問を受けると、他国の領土に興味はなく自国の領土解放のみにしか関心がない。次に何が起こるのかを明言できないが、必ず何かが起こると強い口調で答えたんだって。また、ゼレンスキー大統領はなぜまだロシア軍の残存兵や東岸からの砲撃などの危険が残るヘルソン市をこんなに早く訪れたのか?との質問には、スイカのために来たと答え、ヘルソン州の名産品であるスイカを出して冗談めかして答えたみたいだけど、すぐにここに今いることが重要であり、リスクを冒してでもいる意味があると述べ、軍隊もジャーナリストも皆リスクを冒しており、私もリスクを冒してヘルソンの人々を支援するため今ここにいることが重要だとした上で、口先だけでなく実際にここに来てウクライナ国旗を掲げることで、ウクライナ国民人のモチベーションを高められるのだと述べ、ロシアに不当に占拠されていた領土を奪還した喜びを分かち合い、支援を提供してきたアメリカやイギリスをはじめとする北大西洋条約機構NATOや、関係国に謝意を表明したとしてロイター通信が伝えているよ。危険を顧みない姿は、きっと国民にも届いていると思う。このゼレンスキー大統領によるヘルソン市訪問について、14日に AFP 通信がロシアのペスコフ大統領報道官のコメントを伝えていて、それによるとペスコフ大統領報道官はヘルソンはロシアの領土だと語るにとどまり、それ以上の言葉は発せられなかったとしているね。西側メディアなどではこのペスコフ大統領報道官に反応について、ヘルソン市が奪還されたことは必ず守ると宣言したプーチン大統領にとって痛手となるため、クレムリンとしては首をすくめてやり過ごすほかないのであろうとの見方が広がっているよ。この先の南部戦線について西側の大方の見方は、ドニプロ川を渡過するのに必要な橋が全てロシア軍によると思われる攻撃によって破壊されていることから、ドニプロ川を挟んでウクライナ軍とロシア軍が対峙する構造となって双方の砲撃戦が展開されるのではないかと見られているな。しかし、ヘルソン市から見てドニプロ川を挟んだ東岸にあるオレシキー市のリシク市長が14日、SNS に同志がウクライナ軍によって奪還解放されたことを伺わせるような画像を投稿したとして、インターネット上などで話題になっているぜ。ドニプロ川東岸に撤退したロシア軍は、損害をかぶっていた部隊をザポリージャ州のメリトポリ方面に、一時的に移動させて再編成を実施していると見られ、動画は東岸一帯に5防衛陣地を構築しているとされているけど、もしすでにオレシキーに溶かしていることが事実だとしたら、崩落したアントニフスキー橋の修復や、渡河用のフェリーや浮き橋などを簡単に架けることが可能となるため、ウクライナ軍が悲願としているクリミア半島の奪還に大きく前進することになるよね。また、このオレシキー奪還情報とは別に、オレシキードニプロ川を下流に 25km ほど下ったホラプリスタンで銃声が聞こえるとの情報もあり、確認が急がれているよ。これらのことについて記者などからの質問を受けたウクライナ国防安保委員会のダニロフ氏は、オレシキーが本当に解放されたかどうかについては肯定をしていないながら、ウクライナ軍参謀本部の公式発表を待ってほしいと述べてはっきりと否定もしておらず、続報が待たれている状態だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
ロシア軍が補給路に使用していたヘルソン州のアントニフスキー橋だけど、ウクライナ軍のハイマース攻撃によって破壊され、車両通行も不可能になっていたよ。この橋を修復して、増援部隊を送ろうとしたロシア軍だが、修復をついに断念したという情報が入ってきたぜ。この橋は、実のところ補給路や援軍輸送用ではなく、軍の撤退用に確保したかったと見られているな。その道が失われたこと、ついに始まったロシア国内の強制徴兵などの動きを見ると、プーチンは追い詰められていると感じられるよね。とはいえ、なんといってもロシアには核兵器というリーサルウェポンがあるからな。そうだね。さて今回はロシア軍が断念したアントノフスキー橋の修復について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年9月24日現在、ウクライナ軍は南部ヘルソン州の州都ヘルソン市の奪還を目指して進軍、近郊に迫っているんだけど、ロシアが勝手に設立したヘルソン州民軍行政府が言うには、ヘルソン市東側を流れるドニプロ川ロシア語ではドニエプル川に架かるアントニフスキー橋が、ハイマースで破壊されたことについて、修復してもすぐに破壊されるので、無意味だから今後の修復作業は予定されていないということみたい。ちょっと投げやりにも感じられる声明だね。この声明で、ロシアはこの橋の修復を諦めたと推測できるな。これまで強硬な態度を取っていたロシアも、ここまでってことかな。8月29日、ゼレンスキー大統領はじめ各方面からウクライナが南部の反攻を開始する宣言が発信され、それ以来、南部だけではなく東部からも反撃成功の方が伝えられるようになったよ。東部戦線ではハルキウ州などで、ロシア軍が戦車や装備品などを残したまま外装しているという知らせが入っていて、おそらく、ロシア軍はウクライナ軍の反攻を全く予想していなかったから、慌てふためき、遁走するしかなかったんだろうね。このように、ウクライナ軍は侵略開始から半年間も占領されたままの都市や集落を次々に奪還して解放しているんだけど、肝心の反攻宣言を出していた南部ヘルソン州での戦果は残念ながらあまり伝わってはおらず、このことについては、9月6日ウクライナ軍南部方面司令部が、南部でも奪還して解放に成功した集落などがいくつかあるんだ。しかし、周辺で戦闘が続いていることと、ロシア軍が埋めた地雷の除去作業が必要な場所が多々あるから、完全に管理下に置いたことを確認できるまで行動を控えていると言っているな。同日には、アメリカ国防総省の報道官が、ウクライナ軍の反攻に関しては南部においても拠点奪還を含めて前進していることを確認し、承知していると発表し、ウクライナ軍が前進していることを裏付ける証拠になっているよ。9月17日、アメリカ CNN の報道によれば、アメリカ政府高官やウクライナ政府当局者からの取材として、南部ヘルソン州のロシア軍がヘルソン州のドニプロ川西岸から撤退するための退路を準備しているということみたい。この報道の内容は、ウクライナ軍参謀本部の報道担当がロシア軍は、ヘルソン州カホウカ市内を流れるドニプロ川にトカルートを設ける基礎にするため、列車車両給料を川に沈めたと述べ、その上で、ウクライナ軍がハイマースから発射した GPS 誘導ロケット弾攻撃によって、ドニプロ川に架かる橋をすべて破壊されたロシア軍が、鉄道車両を沈めて狩り橋として兵を撤退させるトカルートを確保しようとしていると見られるとの推測だね。ニュースでたびたび名前が上がるようになったヘルソン州だが、重要な位置を占める一帯となっているぜ。ロシア本土と接し新ロシア派武装勢力が主導権を握る東部ドンバス地方ルハンシク州及びドネツク州と、ロシアが2014年平成26年一方的に併合したクリミア半島をつなぐ回廊を形成し、原発のあるザポリージャ州とともに重要視されているな。そのため、侵略開始当初から、ロシア軍が狙うところとなり、クリミア半島から進撃してきたロシア軍部隊が州の大部分を占領していたんだ。また、一方の東部戦線だけど、一時の快進撃スピードは鈍ってきてはいるものの、ウクライナ軍の攻勢が続いていると報道されているよ。イギリス国防省によると、ウクライナ軍は北東部ハリコフ州では、ウクライナ軍の攻勢は成功しているようで、オスキル川を溶かし撤退を続けるロシア軍が防衛線を構築していたと見られる。オスキル川東岸でも複数の拠点を確保したと明らかにしているみたい。さらに、戦況は依然として複雑であるが、ウクライナ軍はロシア軍が防衛上重要と位置づける地域に圧力をかけ続けているとも述べているね。アメリカのシンクタンク戦争研究所は、ロシアからの情報に基づいた分析を発表していて、ウクライナ軍が東部ドネツク州リマンの北方約 20km 及び北西約 22km の2地点で、ロシア軍が構築していた防衛線を突破したと見られるとのこと。5月時点で、ロシア軍に制圧されていたドネツク州のリマンは、6月に陥落した東部ルハンシク州重要拠点のセベロドネツク西方に位置する都市で、
ウクライナ軍がこの先セベロドネツクを奪還する際には最重要拠点になるだろうね。この方面には、ウクライナ軍国家親衛隊第15独立連隊と第103独立領土防衛旅団がドネツ川をすでに溶かして、ドネツク州のオゼルネを奪還したことが SNS に投稿された映像や画像などで確認されているぜ。ゼレンスキー大統領も言及していましたが、その西にあってよりリマンに近い、ステアリーキャラバンという集落にもウクライナ軍兵士が入ったことを示す動画が投稿されているようだね。つまり、着々とウクライナ軍の反攻が続いているということになるよね。リマン方面のロシア軍に関しては、ヘルソン州でのウクライナ側の陽動作戦により、そちらへの援軍として精鋭部隊が引き抜かれたと見られるし、ロシア軍が防衛線を作っていたとしてもかなり手薄な状況になっていた可能性が指摘されているよ。ただし、ちょっと不安な要素もあり、というのは、ドネツ川に架かる橋が全て破壊されているという情報があるんだ。進撃しているウクライナ軍が戦車など重装備を保有しているかは明らかではないけど、西側の一部軍事ジャーナリストの間ではドネツ川を溶かしたウクライナ軍は、奪還した集落を拠点として付近のロシア軍に対してゲリラ的な作戦を展開しそう。ドネツ川付近にロシア軍の機構部隊などをおびき寄せて溶かして撤退させ、そこにハイマースや M270 などのロケット砲や長射程榴弾砲、空軍機による空爆を浴びせる殲滅作戦を行う可能性があるという見方も出ているみたい。ウクライナ軍参謀本部は、9月23日、リマン北東のオスキル川沿いのヤツキフカを解放したと発表していて、証拠となる動画や画像などはないが、ヤツキフカ周辺の複数の集落もロシア軍から奪還した可能性が高く、リマン近郊のドロギュッシェブを守るロシア軍が退路を断たれ、孤立しているという情報もあるぜ。さらに、北東部のクピャンスクを奪還したウクライナ軍部隊は、さらに北のドボリチナからオスキル川を溶かして、タビル山下にいるロシア軍部隊と激しく交戦中という報告が上がっていると見られるが、詳しいことは不明だな。しかし、ルハンシク州西部での最重要拠点であるスパトボをウクライナが西、北、南の、3方向から包囲する可能性が出てきたという推測も流れているようで、ウクライナ軍が南部で反攻すると宣言した時点では、これほどの短期間に広大な占領地を奪還できるとは誰も予想できなかっただろうね。これにはウクライナ軍の巧みな戦略と、ロシア軍の思い込みによる現状認識の相違があったのではないかと推理されていて、特に、ハルキウ州イジューム奪還作戦にこの相違が顕著に現れているみたい。ウクライナ軍は、8月3日頃から、イジューム南部から頻繁に攻撃を仕掛けていて、このことでロシア軍は、ウクライナ軍がイジューム南部からの攻撃に主力を投入するとみなし、ハルキウ正面からの攻撃が透け攻撃とみなしたのではないかと推測されているよ。つまり、敵の主力位置を見誤り、兵力を注ぎ込むべき場所を間違えたということになるのかな。言うまでもなく戦況とは常に刻々と変化していく生き物で、戦略、戦術もそれに合わせて臨機応変に変化させていかなければならないのは当然のことだぜ。しかし、現地のロシア軍司令部ではウクライナ軍の動きを見てイジュームを南部から攻撃するものと決めつけ、その方面の攻撃に対応するため西方より南方の防備を厚くする決断をしたものとみられるよ。そして、ロシア軍は見事にその裏をかかれ、予期せぬ西からのハルキウ攻撃により前線部隊が大混乱する羽目になったというわけだね。ロシア軍がハルキウ周辺での防御体制を整える時間は十分にあったというのに、ウクライナ軍の動きを自分たちの良いように解釈したためにロシア軍はウクライナ軍の前に完全敗北を喫してしまったってわけだな。とはいえ、こうしたロシア軍の戦術傾向は、侵略開始から見られてきたものだから、今後も各戦線ではウクライナ軍に翻弄されながら、結局ロシア軍が後退を続けることになるだろうという見方が広がっているみたい。現在のウクライナの勢いは、西側諸国が支援をしてくれているとはいえ、かなり強いものがあり、このままの勢いを残したまま、長く続いたロシア・ウクライナ戦争が1日でも早く終結するように願いたいものだね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
クライナ南部の都市ヘルソンに架かる唯一の大きな補給路となるアントノフスキー橋をウクライナ軍が撃破したみたい。補給ができないとなれば、ロシア軍は絶望的だな。ただでさえ物資も枯渇しているだろうしね。そうだね。さて今回は、このアントノフスキー橋がハイマースにより攻撃され、ロシア軍が補給路を断たれ絶望的になったことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は、ロシア軍が侵攻開始してすぐに占領した、ウクライナ南部のヘルソン州の州都ヘルソン市を含む、ドニプロ川の西岸地域に展開しているロシア軍部隊に対して奪還作戦の準備を進めているよ。ウクライナ軍は、ヘルソン州を北東から南西に二分しているドニプロ川まで押し戻してヘルソン市の奪還を狙っていて、ヘルソン州内には、ヘルソン市近郊のアントニフスキー橋と並行して架かる鉄道橋の2本の橋と、ドニプロ川上流側の約 60km にあるノバカホフカの水力発電所用にカホフカ貯水庫を形成している、ダム上にも受けられた橋の3本のみが存在しているんだ。それ以外の橋を使用するならヘルソン市からさらに 200km 以上も離れた上流にあって、現在ウクライナ軍の支配下にあるザポリージャまで入っていかなくてはならず、この3本の橋が通行不能となってしまえば、ドニプロ川より西20個以上の大隊戦術群バタリオンタクティカルグループ DTG と役が孤立して、最悪は餓死してしまうのでないかと指摘されているぜ。DTG 大隊戦術群の定員は600名から800名と言われており、防空、砲兵、工兵、および後方支援部隊で増強された2から4個の中隊の大隊から構成されていて、複数の戦車中隊約10両と歩兵中隊兵員200名程度歩兵戦闘車40台の他に砲兵大隊を霊下に置き、その砲兵大隊とは別に全般支援火力としてのロケット砲兵を置いている上に、防空砲兵や工兵までをも編成に含む、非常に高い火力を発揮する部隊で砲兵大隊戦闘群と呼ばれるほどの偏った編成となっているな。数だけを見ると前線における戦闘部隊としては歩兵が少ない印象も受けられるけど、これは下車戦闘の人員規模であり、BMP2 あるいは BMP3 装甲戦闘車両を装備、さらに DTG 大隊戦闘群には偵察中隊も存在し、これらの部隊を通信中隊と電子戦部隊が全般支援する組織なんだ。この DTG が10個以上もドニプロ川以西に存在するということは、8000人以上の兵力で、戦車100両以上と400両以上の装甲戦闘車とともに、相当数の榴弾砲と多連装ロケット砲が配備されていることになり、この強力な戦力に真正面から衝突することになれば、予備兵力も含めた総兵力で大きく下回っているウクライナ軍には非常に分が悪いってわけ。そこでウクライナ軍は、アメリカから供与された M142 高機動ロケット砲システムハイマースに、誘導型マース G マースと呼ばれる初限上 90km の射程を持つ精密誘導ロケット弾である M30H もしくは M31 を装填して、ロシア軍部隊への補給路として重要なドニプロ川に架かる3本の橋を通行不能にすることによって袋工事に追い詰め、いわば兵糧攻めとする作戦を選択したんだ。攻め方としては最適解だよね。人数が多い分、兵糧攻めは効果的だろうし、ネット上でも複数の写真がアップされているアントニフスキー橋は、7月19日、アメリカから供与されたウクライナ軍の長距離ロケット弾が使用可能な高機動ロケット砲システムハイマースから、発射されたとみられる誘導型マースロケット弾の M30 もしくは M31 の攻撃を、少なくとも8度受けているとされ、橋には多数の穴が開いて壊れてはいないが損傷し通行不能で、これによってロシア軍の戦車などの重量級の戦闘装甲車両はもちろんのこと、武器弾薬燃料食料などを積み込んだロシア軍の大型トラックも通ることができなくなっていたんだ。このため川沿いに配置されたロシア軍部隊は兵站不足に陥っていたわけだな。8月14日にアントノフスキー橋の攻撃があった後に、ウクライナ南部防衛軍のナタリア・フメニューク報道官は、我々ウクライナ軍は、ロシア軍に占領された地域への補給路を断つべく、道路や橋、鉄道などを破壊することで、ロシア軍の輸送物流機能を大きく破壊することを目標とした砲撃を続けている。無論この作戦は、
我が国土を占領する者たちに即時撤退を促すためとの明確な意図があると述べたみたい。8月22日には SNS 上でアントニフスキー橋と思われる橋から炎と黒煙が上がっている様子が撮影された動画や画像が拡散されていたけど、これはアントニフスキー橋の穴を修復したロシア軍の補給用弾薬を運搬していた車両が攻撃を受けたものという情報があり、これはハイマースでの攻撃ではなく、輸送車両を攻撃型ドローンなどによってピンポイントで狙ったのではないかと言われているね。詳細は分かっていないが、この攻撃によってアントニフスキー橋が崩落したという情報も流れており、そのすぐ横に架かる鉄道橋と上流 60km にあるノバカホフカの水力発電用のダム上を通る橋に対しても、ウクライナ軍が高機動ロケット砲システムハイマースにより、橋の実を正確に砲撃したとして、そこでも貨物列車や大型車両が通行不能となっており、3本の橋すべてにおいて車両の通行ができなくなっているぜ。また、イギリス国防省によると、ロシア軍がドニプロ川においてバージ橋家を移動させているという情報が挙げられていて、それは部隊の補充や装備の移動に使う船橋を作るためなんだ。以前ロシア軍が通行不能となっていたアントニフスキー橋の脇において、バージをつなぎ合わせたフェリーを渡し船のように運用している動画が SNS 上に出回ったため、イギリス国防省が伝えているバージの移動とは、かなり本格的な浮き橋を設置する可能性もあるだろうね。また、イギリス国防省はバージによって浮き橋を架けたところで、アントニフスキー橋と同様の攻撃を受ければひとたまりもなく、ロシア軍の補給路が確保できるとは言い切れないということから、ドニプロ川より西に止まっているロシア軍 BTG が窮地に陥っている状況に変化はないとしているよ。ドニプロ川より西に進出しているロシア軍 BTG の弾薬や燃料、食料などの物資をこれまでにどれだけ蓄えていたかが部隊の耐久力を左右するだろうね。どのような状況下にあるかについての情報は全く不明であるが、補給路を断たれていることだけは確かな情報だぜ。しかし、橋家の船橋を破壊するために高価なミサイルを撃ち込むことはウクライナにとって効率が良くないだろうな。8月14日には、ヘルソン州の当局者が地元テレビの取材に対し、デヘルソン市内に司令所を設置していたロシア軍司令部の大部分がヘルソン市を脱出してドニプロ川を渡り、東方のメリトポリに撤退したと述べており、ウクライナ軍の反撃の成果と言っていいんじゃないかな。通常ではありえないことだが、司令部が部隊を置き去りにして撤退していることなどから判断すると、ドニプロ川より西のロシア軍は苦境に陥っていることが予測され、それでなくとも低いとされている戦意が相当低下していると思って間違いないと思うぜ。仮にウクライナ軍がこのロシア軍に攻勢を一気にかけたとするなら、ウクライナ軍がドニプロ川まで支配領域を押し戻して、ヘルソン市を奪還する可能性が高くなったとの見方が強まっているな。すでにロシア側はヘルソン州で、住民へのロシア国籍の付与やロシアの通貨ルーブルの流通などの同化政策を進めており、2022年秋までに住民投票を実施してヘルソン州のロシアへの編入を企図しているらしいけど、現在ウクライナ軍によって補給路を断たれ、駐留ロシア軍の司令部が大きく後退させたことで、その企み自体が薄らぎ、中国や北朝鮮などを除いた諸外国からの承認は得られないと考えられ、ますます世界の中で孤立していくことが頭に浮かぶよね。そして8月24日、ウクライナが旧ソ連から解放された独立記念日ということもあり、激しい攻撃があるものと予想されていたけど、ウクライナ中部のドニプロペトロウシク州の鉄道駅がミサイル攻撃を受けたという報道があっただけで特別なことは起きなかったんだ。この攻撃により駅と公共施設、近隣の住宅街が被害を受け、複数の客車が炎上し破壊されたな。この事件でロシア国防省はドニプロペトロウシク州にあるチャプリネ駅でに停車していた、ウクライナ軍の軍用列車に対して弾道ミサイル級 K720 イスカンデルによる直接攻撃を実施し、ウクライナ軍予備兵200人以上の死傷者を出し、列車に積まれていた軍備充填を破壊したと説明し、この軍用列車はロシアが完全制圧を目指す東部ドンバス地方の戦闘地域に武器を積んで向かっていたことを発表したよ。一方で国営ウクライナ鉄道では、このミサイル攻撃によって子供を含めた25人が死亡、31人の負傷者が出たと発表していて、全てが民間人だったという情報でロシアの言い分と全く食い違っていることを非難したみたい。
劣勢だからって民間人を攻撃するなんて、戦い方が野蛮だよね。この攻撃について、ゼレンスキー大統領は24日 SNS で、死者の中に、11歳の子供が含まれており自宅がロケットにより破壊されたと明らかにしたんだ。その上で、ロシアの全ての行為に対して代償を払わせる。我々は間違いなく侵略者をウクライナの領土から追い出すと強調したよ。さらに欧州連合 EU の外相にあたるジョセップ・ボレル外交安全保障上級代表は、このロシア軍のミサイル攻撃は民間人に対する凶悪な攻撃であると非難した上で、Twitter へ投稿しロシアによるミサイルテロに対して責任を追及するとの意向を表明しているんだって。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナの東部ドンバス地方ルハンシク州の新ロシア派武装勢力がルガンスク人民共和国として支配している地域において、ウクライナ軍による高機動ロケット砲システムハイマースの攻撃によって、6人が死亡して10人が負傷したと主張したみたい。ルガンスク共和国の共同管理調整センター JCCC が、20日から21日にかけてリシチャンスクのほか、ブリアンカ、トロイツケ、ルビズネ、ジェルボニプラポルの集落が攻撃を受けたとしているな。その攻撃はウクライナがアメリカから供与されているハイマースによるものであると主張しているみたいだね。らしいな。死者のうち5人はチェルボニプラポル緊急事態当局の職員だとしているぜ。さて今回は、ルガンスク共和国の支配下である地域において、ハイマースによる攻撃で6人死亡したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。新ロシア派勢力が、ウクライナ軍による攻撃を受けたとしてこれらのことを明らかにしたいとは不明だけど、西側のメディアでは、ロシア軍がウクライナ軍の反転攻勢以来、その勢いに押されているために、少しでもウクライナ軍とウクライナ国民の戦意を削ぐために、ハイマースによって民間人が死んでいると主張しているだけとの見方を示しているよ。先に挙げた複数の集落はいずれも7月に制圧されたリシチャンシクの周辺にあり、同じく6月末に制圧された。リシチャンシクとはドネツ川を挟んだ対岸にあるセベロドネツクの奪還に向けて、東部戦線のウクライナ軍が活発に行動していることがわかるよね。10月1日にドネツク州の要衝であるリマンを奪還したウクライナ軍は、さらに東方のルハンシク州クレミンナへの攻撃を強化していて、10月20日にはクレミンナの東にあるスタラクラスヤンカ付近で、ロシア軍の車列がウクライナ軍のミサイルによる攻撃を受けている動画が SNS などに投稿され、このことを報じた CNN が撮影位置を特定した上で、動画が本物であることを確認したんだ。この動画はドローンで撮影されたと見られ、クレミンナから東へ向かうロシア軍の5台の軍用車両が複数の映像で撮影されているぜ。ロシア軍の車列はスタラクラスヤンカ付近で停止してきた道を引き返してクレミンナに戻る動きを見せていたけど、道路と並行して走る鉄道線路に近づいたところで、道路そばにある森林の中に入っていった後、車列がウクライナのミサイルの集中攻撃を浴びて相次いで爆発炎上したみたい。動画を見る限りでは、この火災によって大きな爆発が起こり、車両に積まれたものが弾薬であることが想像され、それらが誘爆しているように見え、動画の最後の方には焼け焦げた車列の残骸も撮影されているんだ。このように東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州の奪還を目指して、姿勢に転じたロシア軍をウクライナ軍が少しずつ東に押し込んでいる戦況の東部戦線にも、間もなく厳しい冬が到来するね。もうあっという間に侵略から一年が経とうとしているもんね。満足な装備もないみたいだし、ロシア側は寒さにも襲われることになるけど。10月も下旬に入ると、ウクライナからロシア西部にかけての地域は秋雨の時期を迎え、この秋雨によって穀物を育てる肥沃な大地はたちまち泥の海に変貌を遂げるんだ。泥の海はロシア語でラスプーチタと呼ばれているんだけど、正確には春の雪解けで生じたぬかるみのことを指して呼ぶ言葉となっているよ。とはいえ、秋の長雨によって生じた大規模なぬかるみもまた、こう呼ばれることが多く、戦車など軍用車両が足を取られて動けなくなるんだよね。そして、ぬかるんだ大地はそのまま乾くことなく、冬の訪れとともにどんどん下がる気温によって凍結の大地となり、上に雪が降り積もる状態となってますます進軍を妨げ、やがて春が到来することで雪と氷も溶けると再びそこにはぬかるんだ大地ラスプーチタが現れるってわけだ。国内にこのような自然環境を抱えるロシアもウクライナの戦車は、旧ソ連時代において第二次世界大戦勃発の直前に開発された T-34 戦車以降、履帯を幅広にして設置面の長さも長く取り設置圧を減少させ、重いぬかるみや深い積雪でも行動できるようになっていて、
2022年現在でロシア軍が運用している T62、T72、T90 などもすべてそのように設計されていて、同じくかつてはソ連の一員だったウクライナ軍の戦車も同様の仕様になっているよ。しかし、ロシア軍がウクライナに侵略をはじめ2022年春のラスプーチサにおいては、ロシア軍、ウクライナ両軍ともぬかるみに苦労させられていたんだけど、侵略した方のロシア軍は車両が立ち往生するなどしているうちに、ウクライナ軍が運用するドローンや歩兵携帯用対戦車ミサイルジェベリンなどによって撃破され、電撃占領を目論んでいたキーウ攻略を諦め、撤退することになり、地の利を生かしたウクライナ軍が勝利を収めることになったってわけ。ロシアという国は過去の歴史において、他国の侵略を受けて国家存亡の危機に立たされた際、冬将軍を味方につけて撃退した経験があるな。フランス皇帝としてヨーロッパ最強とも言われたナポレオン、第二次世界大戦におけるナチスドイツ軍のヒトラー、共にモスクワまで攻め込まれながらも、厳しい冬によって補給線が伸び切った敵軍が力ついたところに反転攻勢を仕掛けて退却させているぜ。このことから、多くの軍事ジャーナリストや評論家たちが冬のロシアは強いとして、再びロシア軍が侵略を進める可能性を指摘しているんだけど、過去においてロシアが外敵を排除したことと比べると、今回はいくつかの理由によって事情が異なるよね。一つには今回はロシアが侵略者であり、他国の地で戦っていること。ロシア軍は国を離れてウクライナ国内に遠征しており、軍需物資の補給は本国から行わなければならず、ウクライナ軍はその補給路や軍需物資の集積地点を後方から攻撃することが可能なハイマースなどの兵器を運用しているからな。ウクライナ領内にいる限り補給路を断たれ続ける恐れがあることは、動きが取れなくなる冬には致命的と考えられるよね。ああ、だが、ロシア軍はそのことを解決する術を持っていない。もう一つは、過去にロシア軍が撃退したのはこの地域の厳しい冬に不慣れなフランス軍やドイツ軍であったことだな。兵士たちの防寒装備はロシア軍の方が優れていたとされ、寒さで凍りついて動きが鈍い敵軍に対して優位な戦いを繰り広げることができたってわけだ。しかし、今回の戦いの相手は過去に味方として戦ったウクライナ軍であって寒さに強く、厳しい冬に戦うことができる点はロシア軍と同様だもんね。しかも、ウクライナ軍は西側諸国の支援に支えられていて、兵器などの軍事支援のみならず、冬を越えるための支援も当然あるよ。ウクライナ軍が投進するにつれてその補給線が伸び、そのことが不利に作用すると指摘する声があるけど、ロシア軍は本国との距離が短くなるとはいえ、ウクライナが運用する GPS 誘導ロケット弾によって、長射程の目標を P ポイントで攻撃することができる高機動ロケット砲システムハイマースや、多連装ロケット砲システムマース M270 などによって、補給路を遮断される恐れが強いロシア軍の方が不利と見る専門家は多いんだ。また、ロシア軍の兵力不足を補うためにプーチン大統領は部分的動員令を発令して、予備役を招集したんだけど、その士気は低く、また、与えられた銃などの兵器は旧式のもので、防寒着などは支給されず兵士たちは自前で購入して入隊したというよ。しかも満足な訓練などほとんどないまま、最前線に配置されているとの情報があり、装備品に関しては西側諸国から多くの支援が寄せられて十分な援助があり、かつ祖国防衛の意識が高く士気も高いウクライナ軍兵士と比べた場合に、どちらが強いかは歴然であるとする見方が広がっているんだ。それと同時に、ロシアがこの窮状を挽回するには大量殺戮兵器を使用するしかないとの見方も広がっていて、突然のように、放射性物質を撒き散らす汚い爆弾の話題をウクライナ軍が使う可能性があると喧伝し始めたロシアが、ウクライナの攻撃に見せかけて使用する可能性が高まっているとして、ウクライナや西側諸国が警戒をしているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。
激戦の続くウクライナ南部のヘルソン州でロシア軍が援軍を送れないでいるという情報が入ってきたよ。相変わらずロシアは苦戦しているみたいだね。ウクライナとの士気の差もあるだろうしな。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍の補給路断絶作戦に苦しむロシアについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ここでヘルソン州という地域について紹介していくんだけど、毎日のようにニュースで聞く名前にもかかわらず、日本人にとっては馴染みの薄い地域だよね。ヘルソンは、ウクライナの南部にあり、黒海に注ぐドニプロ川河口より約 25km 上流右岸の港湾都市で、ちなみにドニプロ川はロシア語ではドニエプル川と言うんだ。ドニエプル川の方が知名度は高いかもしれないな。さてそのドニプロ川右岸のヘルソンだけど、1778年黒海地方を守るロシアの要塞として建設され、黒海におけるロシア最初の軍港ということで、造船所も建設されているよ。1778年といえば日本では江戸時代の安永7年、10代将軍徳川家春の時代で、田沼意次を重用したことで知られている将軍だね。実はこの年に日本とロシアが初めて接触したと言われているな。千島列島のラッコ漁師たちが根室に上陸し、食料を求めたのだが、鎖国政策を取っていた松前藩は拒絶し、大黒や甲田優とともにラクスマンが北海道に現れたのはそれから14年後のことだぜ。この史実を知ると不思議な偶然という気がするね。さて、ヘルソンは1901年明治34年運河の建設によって大型外洋船の出入りも可能になり、1917年のロシア革命後にはドニプロ川の水路が改修され、21世紀の現在も活用されているってわけだね。今回の主題はロシア軍がなぜヘルソン州に援軍を送れないのかについて見ていきたいと思うんだけど、8月30日、ウクライナ軍はロシア軍が占領している南部ヘルソン州の奪還に向けて本格的に動き出したよ。これを機に、ドニプロ川以西に展開しているロシア軍に220回以上の砲撃を行い、T-72 戦車5両をはじめとするロシア軍装備を60以上も破壊したと発表したんだ。このことについては、ロシア国営タス通信も幹部の証言として、ウクライナ軍からの砲撃を7時間から8時間にわたって受けているというヘルソン州のロシア側当局者と言われるものを伝えていて、それだけではなく、ウクライナ軍の反攻が開始されたとも報じたみたい。ロシアの国営メディアも、現状をごまかしきれなくなって事実を伝えざるを得なくなったってことかな。ただし、当のウクライナ側は、ヘルソン州奪還作戦についてロシア軍に情報が漏洩すると相手を有利にする恐れがあるため、戦況や作戦の進捗などに関しては厳しい情報統制を行っているようだね。それに加えて、アメリカ CNN テレビは当局関係者の証言としてアメリカはここ数ヶ月間、ウクライナ軍がヘルソン州を奪還するのに十分な兵器を供与してきたので、ウクライナ軍の奪還作戦が成功する可能性が高いと示唆したと報じたんだって。ウクライナ軍によれば、8月30日までにヘルソン州内のロシア軍が占領していた集落51を奪還し解放したということだけど、その中の33集落では未だに停電が続いているみたい。今や世界一顔が売れていると言っても過言ではないウクライナのゼレンスキー大統領だけど、この日にウクライナ国民にビデオメッセージを届けていて、その中で南部ヘルソン州や東部ハルキウ州、ドネツク州など最前線すべてで激しい戦闘が続いているがウクライナ軍は勇敢にロシア軍を食い止めていると言って、ウクライナ軍兵士への感謝を表明したよ。大統領は続けてクリミア半島からハルキウ州まで、一時的にロシアが占領したウクライナ領土で、ロシア軍にとって安全な場所はただ一つもなく、今後も存在しないウクライナ軍はロシア軍すべての兵站倉庫、司令部、装備をどこにあろうとも破壊すると断言したんだって。さらに激烈な言葉が続き、我がウクライナの国土を侵略しているロシア軍ができることは密に一つ、逃走か投降であり、その他の選択肢はないと強調しているよ。相当苛烈な言葉だけど、いきなり理不尽に侵略され、国土を蹂躙された立場としては当然といえば当然だよね。ゼレンスキー大統領はクリミア半島に住むウクライナ国民に対しても呼びかけていて、ロシア軍の施設から可能な限り離れるようにとの要請と、ロシア軍の情報を現地に潜入しているウクライナの特殊部隊に報告するようにとの二つの要請をしているよ。この要請が答えられることで、クリミアの解放が早く訪れることになると考えたからだろうな。大統領府顧問のトップであるアレストビッチ氏は、テレグラムに声明を投稿していて、内容は、国内のロシア軍に対する反攻は時間がかかるが、敵をじわじわと痛めつけるだろうということを述べているよ。最終的にはウクライナ国旗が、国内すべての集落に再び掲げられることになるとも述べているね。ヘルソン州では、州内を流れるドニプロ川の3本の橋をウクライナ軍が攻撃していて、使用した兵器は、
アメリカやイギリス、ドイツから供与された高機動ロケット砲ハイマース、M270 などの多連装ロケット砲システムから発射された誘導型ロケット弾で、この攻撃でこれらの橋を大型車両通行不能にさせたため、ロシア軍が窮状に陥ったということだね。というのは、ウクライナ軍の反攻を受けているドニプロ川西岸に展開するロシア部隊に補給が難しい状況になっただけでなく、増援を送りたくても戦車などが渡過できないので、兵員とわずかな物資しか送れないと見られるんだ。十分な兵力がなくて戦えないのはまだしも、兵員たちの物資食料とかもないとなれば話は全く違ってくるよね。戦争で殉死するなら、家族に恩給が支給されるから諦めはつくかもしれないが、食料が尽きて餓死に追い込まれたら、無念の死としか言いようがないからな。太平洋戦争末期の外地の日本軍を連想してしまうよね。輸送のため、大型車両が通行できる浮き橋などをかけたとしても、再びハイマースで攻撃されることは自明の理で、ウクライナ軍はここがロシア軍のウィークポイントとわかっているはずなんだ。ロシア軍が実際に橋家を繋いだ線を作って、人や小型車などを溶かさせていると報道されているんだけど、ウクライナ軍司令部はそういった場所を砲撃していると発言しているから、ドニプロ川西岸地域に展開しているロシア軍部隊への補給は困難な状況に違いないと思われるよ。陸上が使えないなら空からというわけか。ロシア軍がヘルソン近郊の空港などを利用して空挺部隊など8000人を増援として送り込んだと言われているが、彼らは軽装備だから強力な援軍にはならないだろうな。それどころか、ウクライナ軍の反攻を跳ね返す戦力としては役立たずという声だけでなく、戦勝者とウクライナへの投降者を増やすだけだと指摘する声もあるだろうし、この声はプーチン大統領にとっては、屈辱でしかないだろうね。さて、イギリス国防省の8月31日の発表だけど、ウクライナ軍は南部で反撃を継続、複数の地点でロシア軍を押し戻したという分析を述べ、ロシア軍は南部戦線での兵員不足を予備役招集や、東部戦線に展開する部隊を呼んで補おうとしている可能性があると分析しているよ。と言っても、予備役招集にはかなりの時間が必要で、緊急に派遣することもできず、ここ1ヶ月間でかなりの部隊を南部戦線に送り、手薄になっている東部戦線の部隊をさらに南部に回してしまえば、今は姿勢に立っている東部のウクライナ軍も反攻に転じる可能性があるという分析もあるみたい。いずれにしても、ここ数ヶ月間ロシア軍の進撃は停滞しており、これによって戦争の主導権を完全にウクライナに渡してしまったことになり、現状のロシア軍は受け身でウクライナ軍の動きに翻弄されているようにしか見えないな。ロシア軍がさらにウクライナ西部まで兵を進める余力はすでに失っていると見られていて、要するに兵力の差を頼んで、手を広げすぎたと感じられるね。ロシア軍の疲弊と、軍事力の底が見えつつあると思われ、このまま戦争を続けても、どちらにとっても良いことは何もないと思ってしまうのは当事者以外だからこそ言えることかもしれないけど、そう思っちゃうよね。戦争の主導権を握っているとはいえ、ゼレンスキー大統領をはじめウクライナ政府高官は、ヘルソン州での反攻に迅速な勝利を期待してはいけないと警告しているし、今回の攻撃については時間をかけてドニプロ川以西のロシア軍をゆっくりと抑え込み、撤退に追い詰めるべきだとも発信しているぜ。ウクライナ軍は今までのようにハイマースなどを使用してロシア軍の補給路を断ちながら、じわじわとヘルソン市を包囲、大型車のみ通行不能にしたアントニフスキー橋から、ロシア軍を徒歩で撤退に追い込むのが理想という意見が多くなってきているそうで、つまり、ヘルソン市で市街戦になり多数の市民が犠牲になることは避け、ロシア軍が投降するかドニプロ川を溶かして自国へ撤退することを望んでいるということなんだ。一方、戦闘の激化で原子炉崩壊の危機が懸念されているザポリージャ原発だけど、30日に国際原子力機関 IAEA の調査団がウクライナの首都キーウを訪れ、グロッシ事務局長らがゼレンスキー大統領と会談していて、大統領はリスクを排除するには、原発内や周辺の非武装化に加え、ウクライナ側に管理を完全に移すことが必要と主張したと伝えられているよ。また、グロッシ氏は31日にキーウを出発する前記者団の取材に応じ、ザポリージャ原発の調査は数日にわたると見通しを示し、我々はこれから戦場に入ることになる。ロシアだけでなくウクライナからも安全に関する明確な保証が必要と強調したみたい。その後ザポリージャに入った IAEA の調査団は9月1日から原発の安全問題について調査を開始し、原子炉などへの損傷の有無、使用済み核燃料など放射性物質の管理状況などについて確認すると見られているんだ。グロッシ事務局長は専門家を現地に常駐させる意向を示していると言われるが、原発が位置するエネルホダル市はロシア軍が占領しているからな。
同紙では、31日にウクライナ軍、ロシア軍どちらとも不明な砲撃があったと伝えられていて、原発周辺での砲撃が止まない中で、妨害されることなく調査団が任務を遂行し、世界的に高まる核災害への懸念を緩和できるかどうかに注視されているね。今までに核兵器を使用した戦争は起こっていないけど、危険性は高まるばかりという危惧を覚えるし、ロシアは特に核兵器に頼る部分が大きい国だから、威嚇として発射しかねないという不安もあるんだ。こうなったら核戦争が起こらないように祈るしかなさそうだね。そうだね。広島や長崎を見た日本人としては現実に核戦争は絶対起きてほしくないと思うよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍は、アメリカから高機動ロケット砲システムハイマースの供与を受けて実戦配備して以来、それをロシア軍の歩兵、戦車などの装甲車両への直接攻撃ではなく、後方の兵站補給路の遮断や集積地への攻撃、および司令部や兵舎などへの攻撃を展開してきたね。その結果として、ロシア軍がそれまで後方から猛烈な支援砲撃を行っていたものが、だんだん頻度や砲弾量が減少していることが、NASA の衛星写真を利用した火災感知システムで判明しているぜ。前線部隊の進撃速度が落ちるか、あるいは停滞していて、前線のロシア軍部隊への補給が滞っているのではないかと見られているんでしょ？ハイマースの投入は戦場に一石を投じる結果になったみたいだね。そうだね。さて今回は、ハイマースの有効活用に対レーダーミサイルを供与して、ロシアは供与兵器の破壊を強調したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ハイマースは機動性の良い多連装ロケット砲システム、いわゆるマースマルチプルローンチロケットシステムと呼ばれる兵器なんだけど、このマースとは東西冷戦時代に、旧ソ連を中心とするワルシャワ条約機構軍が強力強大な大戦車部を押し立てて、北大西洋条約機構が NATO 陣営に襲いかかられた場合に、それに対抗するだけの戦車数を持たなかったアメリカが、多数の小型爆弾を数百個詰め込んだクラスター弾頭のロケット弾、旧ソ連軍の榴弾砲の射程では届かない遠方から一斉射撃し、クラスター爆弾の雨を降らせて進行部隊を丸ごと壊滅することを狙う面制圧のために開発された兵器なんだって。この MLRS は 227mm ロケット弾を12発搭載可能な M270 が現在でも NATO 諸国で運用されていて、今回ウクライナにはハイマース他に、イギリス軍が保有していた M270 と、M270 をドイツがフランス、イギリス、イタリアなどと改良して運用しているマース2が供与されているよ。ウクライナ軍には8月12日までにハイマースが16機供与されているんだけど、ウクライナ軍には蒸気のようにハイマースの他にもマースが供与されていて、ウクライナ軍は高機動性のハイマースと、機動性は劣るもののハイマースの倍の12発のロケット弾を連続発射可能な M270 とマース2を状況に合わせてうまく使い分けているみたい。ハイマースと他のマースが使用するロケット弾は全く同じものであり、具体的にアメリカがウクライナに供与しているロケット弾は高性能爆薬を詰めた単弾頭タイプで、長射程の M30H または M31 と見られているよ。ちなみに M30H のベースは M30 クラスター弾で、弾頭に約400個の小爆弾小型爆弾を詰めて発射し、目標上空で炸裂させて広範囲に小型爆弾の雨を降らせて、そこに展開している敵部隊を一気に殲滅して面を制圧するものだったんだぜ。しかしながらこのクラスター弾は不発弾となる爆弾が多く発生することが指摘され、戦後平時となった際に残った不発弾によって住民に犠牲が出ることが多々あることから非人道的兵器と批判され、近年は国際的にその使用を規制する動きが活発になり、クラスター爆弾禁止条約オスロ条約が成立し、日本はその条約を批准していて、現在の陸上自衛隊はクラスター弾を保有していないんだ。戦時下の名残で住民が犠牲になるなんてあってはならないことだもんね。しかし、アメリカはこのオスロ条約を批准しておらずロシアや中国も批准していない。国際法的にはクラスター爆弾の使用には問題がないんだけど、世界の潮流に合わせて M30 のクラスター弾を廃止して単弾頭型に改良したのが M30H を運用しているってわけ。M30H、M31 どちらも最大射程は70から80km、90km 以上との見方もあるとされるんだけど、なんといってもこのロケット弾の利点は GPS を使った誘導による、高い命中精度を誇る GMARS ロケット弾であるということで、その誤差は 70km 先の目標に対して2から3メートル程度とされているよ。実際にウクライナにおいてピンポイントな精密誘導は遺憾なく発揮されており、7月下旬にロシア軍が占領しているウクライナ南部ヘルソン州の州都ヘルソン市近郊の、
ドニプロドニエプル側に架かるアントノフ橋を、ハイマースのピンポイント攻撃で通行不能にしたことでもわかるよな。このアントニフスキー橋攻撃で注目すべきは、橋を完全に破壊するのではなく、道路部分に大きな穴を数箇所開け、大型トラックのみを通行不可として小型車や徒歩による通行を可能にしながら、橋脚などが無傷である点だね。ヘルソン市やドニプロ川を溶かしてムイコラーユ方面に進出して展開しているロシア軍の重要な補給路であるこの橋にダメージを与えつつ、ヘルソン市を奪還した際には橋を素早く修復できるようにするために橋脚の破壊は避ける攻撃を見せたんだ。まさに脳外科手術のような精密砲撃をロシア軍に見せつけたってことだね。通常のロケット弾は長射程で遠方の目標を攻撃することができるんだけど、榴弾砲などよりも命中精度は低く、ロケット弾のこうした欠点をカバーするため多数のロケット弾をほぼ同時に連続発射して、かつクラスター爆弾によって広範囲に面を制圧するとの発想が生まれ、マースが登場したよ。しかしながら、長射程であり精密誘導によるピンポイント攻撃が可能な G マースの開発によって、クラスター弾を使わなくとも広範囲での面制圧が可能となったってわけだな。このハイマースなどのマースから発射される長射程精密誘導ロケット弾に対して、ロシア軍は相当手を焼いていると見られ、実戦配備されてから頻繁にハイマースを破壊したとのプロパガンダを必死に展開しているよ。8月9日にもロシア国防省が定例記者会見において、ウクライナ中部のウマニにある弾薬庫を攻撃して、弾薬庫内に保管されていたハイマース用のミサイル300発以上と、155mm 牽引式榴弾砲 M777 を破壊したと発表しているみたい。ロシア国防省やロシア軍は、このようなハイマース関連の破壊情報を盛んに発表しているんだけど、いずれも証拠となる画像や動画がなく、たまに添付されていても不鮮明であったり爆発の瞬間だけを切り取って公開していたり、事実認定が不可能なものばかりであると指摘されていて、9日の発表についてもこれを報じたロイター通信が事実関係は確認できていないとしているんだ。このようにハイマースなどのマースを恐れるロシア軍にとって、さらに厄介な兵器がアメリカからウクライナに供与されたことが、アメリカ国防総省から発表されたよ。8月8日、アメリカのカール国防次官が記者会見において、アメリカがウクライナに対してレーダーシステムを標的として自律的に攻撃する対レーダーミサイルを供与したことを明らかにしたんだ。カール国防次官は対レーダーミサイルの種類や、具体的な日時や正確な数量などは明らかにしなかったものの、CNN の取材などによって供与されたミサイルは空対地ミサイル AGM-88 であることがわかっているよ。実はその以前、7月25日にウクライナのレズニコウ国防相が対レーダーミサイルを受け取ったとの発言をしてはいたものの、ウクライナ空軍の戦闘機が全て旧ソ連製であることあら、西側の対レーダーミサイルの運用にはかなりの時間がかかるとされて重要視されていなかったんだ。しかし、カール国防次官の発表の前日7日に、戦場において AGM-88 のものと認定できる破片が発見されたことが、ウクライナの悪霊ネウィーポンズトラッカーのツイッターに投稿され、すでに供与されてウクライナ軍が運用していることが明らかになったってわけ。そのため、今さら唐突なカール国防次官の発表につながったとされているんだけど、これについてはアメリカとしては AGM-88 の供与はできるだけ秘匿しておき、ロシア軍に気づかれる前に S-400、S-300 などを、対レーダーミサイルでできるだけ破壊しておきたいとの目論みがあったのではないかとの推測もあるよ。AGM-88 がすでに供与され運用されているとして、どのプラットフォームから発射されたのかは謎なんだけど、アメリカがウクライナにMiG-29のためのパーツを供与したとの情報があり、これがMiG-29において AGM-88 を発射可能とするものであった可能性が高いとの見方が出ているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。